やっぱりこの 36‐‐ リアリティオーディオというのも私は初めて体験をして聞いた瞬間にものすごく普段聞いているスタジオでもね十分素晴らしい音響の中で聴かせてもらうことが多いんですけれどまたちょっとこうふくよかさだったりとかあと普段そこまでなんか聞こえてたとしてもあれこの音って こういういいい息遣いが入っていたんだなとかそういった瞬間ちょっとした瞬間がすごく本当にリアルに感じられたりだとかあと音色一つ一つもものすごく低音とかも私自身印象深いなというところもありましたしより一層そうなんかなんかゴージャス感というかふくよかな音色がすごくまたホールで聞いているかのような感覚を味わうことができました。 今までのその…何でしょうすごくいい音で聴いていたけれどもより一層360ってやるオーディオだとなんか全然別世界に連れていってくれるというか音に囲包まれて囲まれているような感覚が、うん、なんかこんなにも音って。 距離も近く感じられるんだなとか、その目の前で本当に贅沢な感じで自分の目の前で演奏してくれているようなもうそんな感覚も味わうことができましたそうですね、私自身もあの白磁ホールの響きの中でかみしめながらレコーディングをしていたのでその残響のなんでしょう、秒数の中感覚というかお客様がいない

味わうことのできる、それをなんか聞くことができるホールだなというのもすごく弾きながら感じていたので、それはきっと聞いてくださる方々にも今回より伝わるなというのをすごく感じましたね。あの今回クラシックドゥではゲストの方々に参加していただいてるんですね。で、そのお一人お一人の音色の魅力が すごく輝いていてる、またさらに輝いて聞こえてるなというふうにも感じましたしその撮っている時の位置だったりとかその感覚もこの左寄りだなとか右側寄りだったなとかそのちょっとしたなんでしょうね立ち位置っていうのもきっとヴァイオリンはここの位置で例えばホルン。 ここでとか、あとチェロはここ、キットビオラはここなんじゃないかとか、うん、そういったところは立体的にこうきっと聞きながら想像しやすい作りになっているなと思います。とてもあの聞いてくださる皆さんがより体感できるというかバイオリンという楽器だったりクラシックの楽器本来のものをすごく近くで感じることができるとさらにね楽しみが増えるんじゃないかなと。 感じています。まあね聴き方って人それぞれいろんな形があると思うんですけれどこう、ね、ゆっくりと瞳を閉じてクラシック音楽を聴いてしっとりとこう味わうっていうのが今までの形でもね十分楽しめたと思うんですけど今回のこの「360リアリティオーディオ」だと目閉じていてもなんか「あれあれ?」ってなんかこう「あここに楽器がある」みたいなそんななんかふとした 動きが自分の中で今までにない体験をたくさん味わえることによってなんか曲の色鮮やかな風景だったりとか音楽その本来のクラシック音楽のなんだろう楽しみ方っていうのがすごく広がるなというふうに感じますね。ヴァイオリンンとという楽器は特にレコーディングする時ってとてもなんだろう自分の 聞こえてる音を聞かせたい音をそのまま表現するのって結構デビューの頃から苦労していてそれはエンジニアの方々もすごくたくさんねいろいろこう工夫して撮ってくださっていたんですけれどなんか今回この機会によってよりなんか自分が求めている自分がこう届けたい音がすごくなんか鮮明に表現できているなと実感しています。 ね、アンサンブルそのバイオリンとピアノだけでもそうですし今回みたいにねゲストの方々にいろいろ楽器も増やしていくと一個一個の輪郭がはっきりとした楽器の魅力を味わうことができるなぁとも思いますし私は結構その歌手の方とも、ね、共演させていただく機会も多いのでこれがもしバイオリンと歌で撮るとなったらどういう こう形になるのかなっていう楽しみもあります、ねね、やはりあのクラシック・ドゥということで3日間白樹ホールクラシックの会場を貸し切って、ね、全然スタジオとはまた違った世界観その、まあ、天井も高いところでもありますしリバーブとかもねその機会に頼らずにまたホールならではの響きの中で。 ナチュラルな音をすごくそのまんま詰め込んだ一枚になっているのでそこもぜひ、うん、この360リアリティオーディオを通してより皆さんにも実感してなんかこうタイムスリップというかなんかその場に行けちゃうというか私がレコーディングしている時の瞬間に皆さんがこう目の前で席で聴いてもらっているような感覚をきっと。 味わってもらえるんじゃないかなと思うのでそのあたりもねぜひ一緒に味わっていただきたいなと思います